全員がいるっていうのはこの名古屋の滞在だったんで、ライブハウスを貸し切りましてですね。120人だよね。120人はいたよね。うん、恒例の鍋&ビンゴ大会。ビンゴがメインだね、ほとんどもう。ほとんどビンゴメインだよね。うんうん、で、ていうかさ、今日の打ち上げ何って言って、なんだっけ、お鍋って間違ってないけど、カタカナにするな。お鍋って。さらし巻くぞぐらいだ。鍋だよ。鍋だよ。お鍋って言うとなんか、うん、みんな頭の中に一瞬、ん？ポーポーポーアンって。そういうのがありまして。ありましたね。はい、まあこれを聞いてるリスナーのみんなはバンドの打ち上げっていうのはどういうものなのかっていうのはねちょっとイメージつかないかと思うんですが、まあ大体ライブ終わった後にこう食事したりするの、まあそれもまあもう、うん、でも80分もやってると打ち上げとは言わないよね。そうだね、食事だね、食事だね、うん、アマチュアの頃なんかはさライブそんなにないから、うん、ライブ終わるごとに近所の居酒屋行ってやることが、うん、朝までとかね、朝まで打ち上げとか言ってたけど、うん、すごい情報をキャッチしましたよ。お私は。ですね、グレイのちなみに通常ライブやった後の打ち上げっていうのは、そんなに飲まないでしょ、みんな。飲まない。大体2時か3時ぐらいで、次の日が休みでも休みじゃなくても大体、じゃあそろそろ寝るかみたいな感じで、ね。そうだね、うん。名古屋でね、爆竹と一緒だったわけですよ、うん。また別の場所で爆竹からライブやってて、ちょうどイベンターさんが同じっていうこともあって、いろいろ話を聞いたら、爆竹の皆さんは、まず、ライブが終わって飲むじゃないですか、グーって飲んで、うん。で、それから朝つってもまだ3時か。夜中の3時ぐらいに一回、ホテルに帰って、うん、ちょっともう一回こう、帰宅して、うん、また飲みに行って、うん、朝6時ぐらいに鍋を始めるそうなんですよ。ブレックファーストだもん。ブレックファーストだね、鍋の。おで、10時ぐらいまで飲んで、うん、またライブやるんだって。えすごい。もう、だから。寝ねえの？全く。あそう。寝ないってか、ライブ中に酒を抜いて、うん、また飲みに行って、うん、MC の最中に寝て。すごいな、すげえ。エンジドリンクがボッカって言ってたからね。パワフルだよね。うん。すごいね。なんかほんとロックンロールの象徴みたいな。うんうん、この前さ、ジローの誕生日の日あったじゃん。うん。あの時ライブ前だけど、いっか。うん。シャンパンを開けたね。うんうんうん。あの時ね、すごい調子よかったんだよね、俺。コップいっぱいぐらいだったんだけど、うんうんうん、ライブが。ああ、うん。あ、そうそうそう、大阪のライブの時に、ライブ前にね、イベンターさんがケーキを用意してくれて、うん、おめでとうって言って、じゃあ今日は誕生日だから、ちょっと、じゃあ軽く一杯だけ、乾杯しようよって、うん、シャンパン飲んだからね、うん。そしたら小森さんに聞いたら、フミヤさんのところは、うん、結構飲んで、毎回飲んでるとか言って、シャンパンを開けて。毎回一杯ぐらい、もう一杯ぐらいだったらさ、いいことばっかりなんじゃないか。でも、一、うん、杯で止められないじゃん、俺。そうだね。そうなんですよね。絶対深酒しちゃう。うん、俺らあれだよね、うん。少年っぽいよね、飲み方ね。一気に飲むじゃん、ガーって。うん、で、一気に寝て。なんかさ、てか、飯食うときもそうなんだけど、お腹をすかした少年みたいな、ね。もう、じっくり食べながらって言うんじゃなくて、まず席に着いたら、ゴワーって言うじゃん。で、うん、もうその間はもう会話なんかなくてさ、それで眠くなって、お腹いっぱいになって、帰る。もういろんな地方の知り合いとかも遊びに来てくれてるのに、うん、お腹いっぱいになって飲んだら眠くなるっていう、食べながら寝ちゃうぐらいの、子供に、じゃあ帰りますとか言って。そうだね、最近そんな感じだね。うん、そうですね、うん、本当にね。